さて今回はルソーという画家についいいててご紹介していきますルソーというのはですね素朴派を代表する画家と言われていましてあのピカソがルソーのために夜会を開くルソーを称賛するためにえ一つパーティーを開いたっていうエピソードがありまして、まあ、そうやって言われるとねあすごい画家なんだっていうふうに思いますよね。まあなんですがルソーの絵を見て すごく純粋にあめちゃくちゃ上手ですねっていう人あんまりいないかなって思うんですよ。なんかどちらかというと味があるよねっていうような表現の方がしっくりくるかなと思います。私もねあの学生の時ありました。なんか友達女友達達女と集まってね 彼氏できたんだって言って彼氏の写真見してくれるんですよであーかっこいいってみんなに言われてるんですねで私もえ彼氏できたんだって言って彼氏の写真見せるとあー、うん、優しそうだよねって言われる優しそうだよねめっちゃ言われたんですよあの優しそうで女友達の優しそうだよねは褒め言葉ではないですからねまあそんな感じでルソーってねうまいとかっていうよりはうんなんか優しそうだよねって言われるタイプの画家だと 作品だと思います当時の、えー、ルソーの評価っていうのも生前あんまり人気じゃなかったんですねまあ、そうなんですけどここのルソー現代ににに残るるる芸術家に今はななっているということとうんですじゃあ何でその当時あんまり人気でなかったどちらかというとちょっとからかわれていたルソーが、えー、後世に残るような芸術家になったのかこの辺を今回は紐解いていこうかなと思います。 さてアンリ・ルソー1844年フランスの、えー、ラバルというところで生まれます19世紀から20世紀にかけて活躍した画家ですね。まあ、この画家ダイジェストを今 今までこの番組でいろいろやってきたと思うんですけど、まあ、大体よくあるパターンとしては10歳代十何歳10歳前半ぐらいの時に「あ君は絵が上手だね」って言われてでその後アカデミーに行ったりとかえどっかに弟子入りをするとかって言ってえ 培っていっててい技術を培っていってその後画家に体制するっていうのが、まあ、よくあるパターンでした、まあ、それがね歴史を下るとだんだんそうではないイレギュラーな人たちもたくさん出てきますえこのルソーもこのイレギュラーの一人実はですねこのルソーえ画家としての技術というのはほぼ独学で 学んでいます独学っていうとね例えばレオナルドダヴィンチの時にあの人は万能の天才と呼ばれていますがレオナルドダヴィンチもいろんな学問を精通していたのをほぼ独学で学んでいるんですねまあ画家としてのキャリアというのはベロキオ工房というところに一回弟子入りをするので、まあ、そこの辺はねあの 師匠についてっていうことなんですけどその他の学問はほとんど自分で本を買ってその当時すごい高かったで貴重な本っていうのをたくさん買ってそれで学んだっていうなので独学画家で独学って言ったらねそのダ・ヴィンチのイメージが強いのでまあすごいな歴史に残る画家っていうのはやっぱり違うなっていうふうに思うじゃないですかなんですが当時のルソーの評判っていうのはアマチュアのヘボ絵描きだと。 言われていたんですねいやもうひどい言いようですよねへぼ絵描きだって言われたりとか日曜画家だって言われてたんですね日曜画家っていうのはどっちかというと悪口で言われてたんですけど日曜日の画家 まあね、あのお仕事がない休日の日に、ええ余暇を楽しむために絵を描くっていうふうに、あの日曜画家だって言われてたんですね。で、ルソー本人はめちゃめちゃ大真面目に絵を描くんですけど、まあどうせね、あの仕事しながら絵描いてるんでしょうっていうふうに言われていたんです。まあ、それもそのはずで、ルソーの本職はパリ市の入試税官で、聴衆員として働いていました。まあ、そんなにね、忙しい仕事でもなかったみたいなので、たっぷりと休。休日 課があったんですねなのでその休日とか休暇の時に、まあ、油絵で絵を描いていたというふうな感じだそうです。まあこのうな感じだそうです。として働いてふうないたまあ一職員ですよ。よ一職員なんですけど後々ねルソーっていうのはだいぶホラ吹きになってきてもうじいさんになってくるとね若い頃はな俺は税管理でやってたんだ。 税管理のルソーとと呼んんんでででくくれっっってていうう風に言言たんですすちょっと大きく言うんですねなのであのルソーっていうのは、まあ、だいぶ平平凡凡な画家人生を送っていくんですけど若い頃の学業成績とかっていうのもまあまあ平均的な平凡なものだし、まあ、雇い主からねちょっと小銭盗んでちょっと逮捕されちゃったりとか、まあ、ちょっとねおっちょこちょいな感じのところもあるんですけどちょっとねおじいちゃんになってくるとちょっとおっきく言うんですよ。 しかもルソーめちゃめちゃピュアですからなんか人をだまそうと思って嘘をついているとから吹きをしているとかではなくってなんんかすすごくく純粋に嘘つくんですねあの自分がめちゃくちゃ絵がうまいっていうふうに自負している自賛自が自参してますからでも周りからはちょっとからかわれている感じそういうのがルソーの像、えー、だと思います。 であの、本人はルーブルで模写をしてみたりとか当時の代表的な画家に助言をもらったりとかしてめちゃめちゃ前のめりに絵を描いていくんですよ日曜画家と呼ばれながらねだから自信があった。 なななんんだけどみじ、まあ、めな生活なんですねそんなに絵が売れるわけでもないし、まあ、一職員ですからそんなに給料があるわけではないで油絵を描くっていうのもそれなりにお金がかかるのでまあちょっと貧乏生活が続いていたんですねでもみじめな生活を見てられない隣人の人たちがルソーの面倒を見てあげるっていうような、えー、生活だったみたいです。そして、ね、仲間 画家仲間とか批評家からからからわわれるわけですよであの本人はルーブルで模写とかしているからあの独学でめっちゃ学んでるっていうつもりなんですけど伝統的なテクニックまあなんかあの遠近法だとかあとは構図のやり方だとかっていうところが全然あ,のあんまりできてないんですね、まあ、め,めちゃくちゃというか、まあ、人物画とか肖像画を若い頃描いていくんですけどあのその人物画もね 地にに足ついいいいててないとといううかちょっと浮るるように見えるんですよ本人は全然浮かせようとも思って描いてるわけではないもう自信満々に描くんですけどなんか我々今の我々から見てもなんかあんまり地に足ついてないよねとかあとこの人後ろにいるのにめっちゃ大きく描いてないみたいな感じで絵を描き続けるんですよ。はいそんなルソー このルソーがねだんだん認め始められるんですよそれがねルソー晩年になってからなんです、まあ、ルソーっていうのは、まあ、遅咲きと言っていいんじゃないでしょうか四十九歳に退職をして、えー、それで本格的に画家として歩み始めるので画家人生としてはだいぶおじちゃんになってから始まるんですね で、えー、晩年60歳を過ぎてからようやくルソーというのは認め始め始られま1908年にそのピカソが自分のアトリエにルソーを呼んで,でルソーを称える夜会っていうのをね、えー、パーティーを開くとかそしてね没後すぐにめちゃめちゃ称賛されるんですよ。あのシュルレアリズムたちがもう ルソーを称賛すするんですねこの不条理の驚くべき見本であるっていうような言い方をして今までの常識にとらわれない理想の形夢の世界を描いているんだっていう風にみんながお手本にしたというのがルソーの人生でした。 はいこれがルソー画家ダイジェストでしたちょっとね可愛らしいおじさんっていう私のイメージなんですよねなんか自分は一生懸命一生懸命やってるんですでめちゃめちゃピュアなんですよで自分のことめちゃめちゃ信じてるんだけど周りからちょっとからかわれるであのちょっとねあの小銭盗んだりとかちょっとほら吹きをしたりとかってするんだけどでもなんかねこう周りの人がちょっとずつからかってくるだけど後に このルソーが伝統的な技法にとらわれない描き方だっていうふうに称賛されるっていうことなんですよね。例えばピカソなんてキュビズム描くじゃないですか。そのの今までの在り方 芸術のあり方ってこうだよねっていう固定概念を覆す人たちシュールレアリズムもそれまでの、えっと、見たものを写実的に描こうではなくて、えー、心情、えー、空想の世界っていうものを描いていこうっていう新しいものにブレイクしようとした人たちにルソーは認められることになるんですよそうやって考えるとあ確かにルソーがいたからこそこの後世の人たちが生まれてきたかもしれないですしこのターニングポイント でルソーという一人の画家がね、えー、生まれて生きてきたっていうところが私はポイントになってくるんじゃないかなと思います。 さあそんな理想系夢の世界を描いていたルソーの代表作ピックアップ今回は年年本当にに最晩年に描いいた夢という作品です別名「ヤドビカの夢」と呼ばれているんですがこのヤドビカっていう若い女性を中央の左側に置いたジャングルの作品なんですね。 で、このジャングルの作品その若い頃は肖像画とか風景画とかいっぱい描くんですよ。でなんかどれもなんとなくみんな浮いてるしちょっとおじさんっぽいっていうかちょっと肝皮なねあの表情をしている女の子とかを描いていくんですけどこのジャングルを描き出してからめちゃめちゃ評価が良くなるんですよ。この、 『ジャングル』を描いた『飢えたライオン』っていう作品が、えー、展覧会で入選するでこの辺りからようやくあ画家として一人前だよねっていう風になんとなく称賛されるであの世話をしていた隣人の人もちょっとホッとするんですよあルソーさん入選したんですねっていう感じでだからこそのこの最晩年に描かれた「夢」という作品は最高傑作と言っていいんじゃないでしょうか何かねこの浮いてる、うん、肖像画描いた時に浮くんですよ なんか知らないけど本人浮くつもりないんですけどでなかなか足元が描けないって言ってあのだんだんね肖像画にしてもあの地面にちょっと不自然に草を描き出すんですよ足元を見せない描き方をだんだんしていくんですねでその後にジャングルでもう画面全体にこう草木を散りばめてでそこに、えー 動物を描いたりとかヤドビカの夢だったらヤドビカを描くとかそういう描き方をだんだん形成していきます。でこのジャングルを題材にするっていうのもエピソードがありまして、あのルソーさんなんでジャングル描き出したんですかっていうふうに質問されたときにちょっとほら吹くんですよ。いやー、わ私が若い頃はね軍に入隊してたんですよね。 本当に軍に入隊するんですよ、ルソーっていうのは若い頃にその雇い主から小銭に盗んで逮捕されたんで名誉挽回として軍に入隊をするっていうのが確かにエピソードとしてはあるんですよね。で、若い頃そう、私が若い頃ろですごかったんですよ、もう税管理ルソーとかっていうホラーも吹いてますからね。いや、あの頃ね、いね、若いやつは知らないだろうけれど、あの頃ろ、アンジェに駐屯して、えー、歩兵隊として入隊する。 で、その時にあのこれはねナポレオン三世がメキシコに遠征するそういう時代あったでしょねフランスが、えー、メキシコに大金を貸してたでもねメキシコが全然返してこないんだよメキシコの政府がだからナポレオン三世は軍隊を派遣してメキシコに行くとでメキシコを征服するそういう時代あったでしょ歴史で習わなかったい若いやつは知らないよなそん,そん時のねメキシコの風景をね ななんんとなく思い出すんだよこうやってジャングルを描いてたらねっていうふうにホラ吹くんですよでも実際はそのルソーが入隊した時期と、えー、ナポレオンが、えー、軍隊を派遣して征服した時期って微妙に違うんですよだからルソーはメキシコ行ってないんですね行ってないんだけどいやーメキシコの風景を思い出すなって言って絵描いてるんですよね,ねちょっとその辺も可愛らしいですよね実際は、えー、パリの植物園の温室にそのジャングルのねこう 熱帯雨林の生い茂ったところっていうのがあるのでそこにねすっごい足しげく通ってパリの植物園にでそこですごいねデッサンををしたたたりとか絵を描いていたみたいてみなんですね,ねそうやって言えばいいんですけどね。はいとはいえジャングルを描き出して認められ始めたっていうのはルソーとしては事実なわけですよ。 で今回の夢というのも,もうこのジャングルを描いているわけですヤドビカという若い女性が左側に横たわるんですねでなんかカウチソファーみたいなところに座ってるんですよジャングルにソファーっていう感じでねあのルソはねあの足かけなかったんであの草むらかいたりとかでそのソファーに座らせたりとかしだすわけなんですねでこのポーズも伝統的でなんかこうマネのオランピアとかグランドオーダリスク とかっていうこの昔の作品を彷彿とさせるようなポーズを宿火にさせています。で、このジャングルにはハスの花のようなお花がいっぱい咲いてたりとか、あとはオレンジみたいなね。こうあったりとかね。草木とか草花がぐわってあるんですね。で、その中には虎とか象とか猿のようなうんと動物もいっぱいいます。で、えー、ここのこの作品、夢の中には解説をつけてるんですね。 でルソーの作品っていうのは作品それぞれに詩とか解説をルソーめっちゃつけるんですよでこの夢の作品にもえルソー自身の解説がついていますちょっとこれをご紹介しますえ心地よい眠りに浸る宿びかは麗しい夢の中で感慨深げな蛇使いの服笛の調べに聞き入っていた花や草木に月の光が降り注ぐ間 影色色のたたちも楽しい音色に耳を傾けたとあります、まあ、確かにヘビ使い、まあ、あの笛を吹いている黒人のような男の子かなっていう人が中央にいるんですね。で動物たちもその笛の音を聞き入っているのかジャングルの中に静寂をちょっと保っているっていうような世界観の画面になっています。ルソーの作品はですねあの ジャングルを描いていてるんですけどちょっと惜しいとかそういうことではなくてすごくしんと静まり返っているるような空気を感じるんですねその「飢えたライオン」とか先ほどちょっとタイトルだけご紹介しましたけど、えー、ライオンがね獲物に食らいついているっていう作品なんですけどそこもなんかけたたましいような惜、えー、しいイメージは全然なくてすごくあの何にも音がしないようなジャングルの中で ライオンが獲物に食らいついているっていうような画面になってるんですよだからルソーってなんかわからないけど音がないようなあってもすごく静かなしんと静まり返ったような なんかね独特の音が聞こえてくるような世界観なんですよね。とてもジャングルのあのキャーキャーとかガーガーとか鳥がガーガー言ってるようなとかあのガサガサしているような音が全然しない。それがルソーの素敵なところかなと私は思っています。このルソーの夢の世界のようなストーリー世界観というのがその技術がないからこそ生まれた空想があり後のスタイル。 まあシュルレアリズムとかっていう後のスタイルに影響をしていったのではないでしょうかこの才能ルソー自身が信じた才能っていうのがもしかしたら時代が追いついていなかったからからかわれたんじゃないかっていうふうに例えば解釈をしてみる,ると夢が広がってくるような気がしています。 はい、ありがとうございました。えー、この配信は、二千二十年十二月十七日配信の、えー、第百二十六回。下手画家現るより、えー、配信をしております。ありがとうございました。アンリ・ルソーですね。私、この画家、なんかね、めちゃめちゃ好きなんですよね。愛嬌があるじゃないですか。最初に知ったのは、最初じゃないかな。詳しく知ったのはこの本です。えー、原田マハさんの楽園のカンバスという。 小説になっていますこれねえっとまあファンタジーの部分とあとは実際のルソーのエピソードから出てきたっていう二部構成でやっている本なんですけどここにねあの今回本編でご紹介したヤドビカっていう女性とのお話とかあとはピカソの「夜会」についての エピソードっていうのを小説に物語調にやっているんですねで、これがね私すごく面白かったんですこの原田マハさんっていうのはあのキュレーターでもあり小説家でもあるのであのぜひ読んでみてくださいね、ルソー好きだよっていう方はすごく楽しいと思いますさあ youtube 始めましたよ私も えっとまあ、ずっとね「ポッドキャスト」っていうネットラジオで配信をしていたんですけれども、まあ、ずっとこうしゃべりをやっていこうやっていこうと思って1年半ぐらいやってきましたでね、うん、まあしゃべるっていうことに最初はねもうシドロモどルにこう、ね、試行錯誤していきながらやっていったんですけどだんだん慣れてきてえ今がありますまだまだ、うん、やることはいっぱいあると思うんですけど。 これからまた YouTube でね新しいこと始めて行こうかなと思いますのでよろしければチャンネル登録していただけると励みになりますそれではまた次回お会いいたしましょう